といけんくなってんだけどね、あの最近まであの柵なかったよ、こうみんな期待放題だったんだけど、人も足が落ちてるのが分かるんだよ。あのレストラン俺らがおったところ すごいな。であそこ走ってた。ここも多分道だったんや、こう行って。あそことか途中で切れてるんですよ。これもしかして元々は続いて、このでこれ落ちちゃった。すごい、こんなに。でもね、ちょっと今これ修理されよるけん、そんなには分かんないけど。地震ずれた。すごい。だって普通に俺の背丈よりひどかったから。これだって向こうの地面が低くなっちゃった。去年熊本地震が起きて、熊本の僕らがチーム熊本っていうのを作って、それで1年間こう活動をしてきて、でその活動の記録と、まあ、どんなことを思ったりとか、どんな、なんだろうな、つながりでやれたとか、僕らのことが詳しく書いてあります。1冊500円で販売してます。その500円もまたこれから僕ら熊本地震に対しての支援活動に使ったりとかする活動費にしていきたいと思ってます。いろいろ書いてあります。僕らいろんな仲間がこう応援してくれたんですけども、まあ、それぞれがこうリーダーとなっていろんな活動を立ち上げてくれてます。まあ、今このガテンの小沢くんとかは水害の今桜にボランティアに行ってくれてたりとかもしてくれてですね、例えばブリッジ熊本はブルーシートでバッグを作ったりとか、ボルターズって熊本のバスケットボールチーム の応援をしている小笠原くんっていうのはまあ大学生なんですけども、まあ、彼も今日から朝倉に行きますって連絡があったりとか、まあ、それぞれこういろんなこう人たちが、なんだろうな、僕らの指示の中やるわけではなくて、それぞれが自分の意思を持って活動してくれてて、それがこう載ってますんで、ぜひ買ってください。そうですね、僕らこのチーム熊本とはまた別に、熊本未来創造基金っていう財団を作りました。でこれは何かというと、まあ、地震の時にたくさんいろんな人が寄付をしてくれたんですけども、まあ去年の今の時期はですね、まだこう寄付の受け皿というになるような団体が熊本にはなくて、やっぱりその寄付がなかなか熊本の僕らが活動、熊本に住んでいる人が活動しているところにはなかなか来づらい環境にあったので、まあ、それをもっとこうスピーディーに、お金を、熊本で地震が起きて熊本で立ち上がった人たちにお金が行くようにしたいなということで、財団を作ったので、できればそこに寄付をしてもらうと、今熊本で活動している団体に直接というか、僕この財団を通して寄付できる仕組みにしてますので、この未来創造基金に寄付をしてもらえると嬉しいです。ネットショップので買える仕組みは作ってるんですけど、どこを見たらそれが出てくるかは探してください